さあ、どうも皆さん、こんにちは。本日も、ゼノブレイドの動画を撮っていきましょうか。そして、任天堂ダイレクトで、唐突に、ゼノブレイド3の、エキスパンションパス第3弾についての内容に触れられました。いや、びっくりしたね。で、具体的にはこちらのシーンなんだけど、まずはこちらを見てください。で、新ヒーローは、ジュエルマスターか。ごめんなさい、間違えました。ジュエルマイスターか。いいね。マティアちゃんか。なんかめちゃくちゃ細いね。以前のヒーローもめっちゃ細かったんだけどさ。おお！アクセサリーを作成しました。で、大仙人の大魔教っていうものがですね、今回新たに追加となりますね。で、こちらまたまたチャレンジバトルとなっておりまして。で、傾向としましては、第2弾と同じような感じかな。いや、ようやくやってきたか。なんか思ってるより第3弾の内容が、ね、来るの遅かったね。お！そう！第4弾が、なんと、頭出し程度ではあるんですが、こちら具体的には追加ストーリーとなっておりまして、で、こちらの映像も追加で公開となりました。さあ、追加ストーリーのボリュームは果たしてどうなるのか。まあ、一応ですね、発売前の事前情報では、ゼノブレイド2の時の追加ストーリーと同じぐらいのボリュームであると、まあそういったことが言われておりましたので、まあ非常に楽しみなところではあるんですが、今のところは第3弾に関しては2月16日配信、そして第4弾に関しては、なんと、2023年末までに第4弾配信っていう形なので、まあもうしばらく先なのかなっていうところですね。まあそんな感じでございます。で、公式ツイッターもですね、本当に超久しぶりにツイートされておりまして、おそらく年明けで言うと、初のツイート。うわ、待って、めっちゃモリモリだな、ツイートが。ちょっとこれ上からせっかくだから見ていきましょうか。で、まず上からっていうところで、こちらもですね、追加の映像となっています。で、さっきの映像とこれは全く同じなのか。あ、同じっぽいですね。で、約1分間の映像となっております。で、2月16日木曜日からの配信というところなので、残り1週間でこちら配信となりますね。新たなヒーロー、マキア、新たな衣装、で、ローグライクなチャレンジバトルが追加されますっていうところで、またまた新たなヒーローがやってくるわけよ。ただ、新たなヒーローがやってくるだけじゃなくて、それに伴うクエストがね、第2弾では、多数追加されましたので、おそらく今回も同様の内容になってくるんじゃないかなと思っております。さあ、マティアちゃん、果たしてどう活躍してくれるのか。で、個人的には第4弾の追加ストーリーがめちゃくちゃ気になるんですよね。まあ、どういった内容になるのかっていうところですね。今のところは、過去作で登場したキャラクターが 出てくるというね、まあ、違う、そういった描写があったので、個人的には超楽しみなんだけど、皆さん果たして誰が来ると思いますか？ぜひコメント欄で教えてください。そしてもしよろしければチャンネル登録、そしてゼノブレイドのエキスパンションパス第3弾第4弾ありがとうという方は、高評価をポチッと押していただけると幸いです。さあ、こんな感じでしょうか。まあ、個人的にはピクミン4であったりとか、あとは、まあ、ゼルダも楽しみなところではありますけど、まあ、ゼノブレイド3もね、まだまだ楽しめるゲームかと思いますので、個人的にはね、超楽しみを。さあ、やってくるね。6種族編っぽくない？確かに。いやー、これ内容はどうなるんだろうね。くっそ楽しみではあるんだけど。いやー、けど新たなストーリーか。まあ、ヒーローも楽しみだけど、やっぱり本命はね、第4弾かなというところですよね。だとやっぱりこの意味深な写真か。これもめっちゃ気になるよな。これみたいな。てか、ブレイドじゃねえのかお前らって感じなんだけど、まあいいや。ちょっと突っ込みどころはさておき、なんかいろいろね、言いたい言葉ありますよね。まあそんな感じでございやす。これちょっと気になるよな。ただまあ現時点では詳しい内容というか、詳細まではまだちょっと分かってない状況ですが、なんかめちゃくちゃ海外の方がツイートされてますね。ゼノブレイドって海外でめっちゃ人気なんだっけ？
なんか日本人より海外の方がね、リプめっちゃ多いんだけど、まあ時間帯っていうところもあるのかな。まあそういったところでもろもろですね、様々な情報出てきておりますので、超楽しみでござる。で、あとですね、特別な衣装というところで、ノスタルジアをゲットできるというところで、ビジュアルとしましてはこんな感じか。まあ新たな衣装、まあ非常に嬉しいところではありますよね。おお、いいね。ってな感じか。で、まあ見た目としましてはこんな感じになっていると。いやーなんか懐かしいな、ゼノブレード3。ね、ストーリーはめっちゃ面白かったよね。いや、早く追加ストーリーやりたいね。うん。鉄は熱いうちに叩けと言われている通り、まあ、できればなるはやで出してほしいですが、いやけど今年の年末までに追加ストーリー出るってちょっと遅すぎやしねえかと思うんだけどさ、果たしてそこのところはどうなんでしょうか。あとレベルがね、もうすでに自分もカンストしてしまってるんだけどさ、このゲーム。すでにレベルがカンストしてるから、どうなんだろうね。これ追加ストーリーって言っても結構無双できそうな感じがするんだけど、まあいいや。そういったところでこのような形になっていて、やっぱり目玉はマティアで、さっきの第4弾の追加ストーリーで形になってくるのかな。で、あとはですね、これ年明け一発目のこちらはツイートになるんですが、なんかゼノブレイドシリーズはね、なんかアイコンの再配布とか結構定期的に行われるんで、もし興味ある方はね、定期的にこちら見てください。まあ、なかなか再配布で行われないんだけどね。マティアは、エレガントな雰囲気のジュエルマイスターか。で、シティでノアたちと出会ったようだけども、シティの住民なんですか。なんか、めっちゃ顎を尖ってるね。なるほどね。ビジュアルこんな感じか。まあ、戦闘能力とか非常に気になるところではありますけどね。で、マティアはアクセサリークラフトができます。まあ、さっきちらっと映ってましたよね。で、特別な鉱石、アンノウンマターから、アンノウンマターか。ランダムな特殊効果が付与されるアクセサリーを作成できるガチャ要素があるということか。自分だけの特別なアクセサリー制作を目指して、鉱石をどんどん集めますも、って書かれておりますね。なるほど。アンノウンマターか。必要金額1万っていうところで、まあそんなに高くはないんだね。なるほど。こういった機能も追加されますっていう形で、まあこれで最強アクセサリーを作っていくと、まあ実質のエンドコンテンツ。モンスターハンターで言うとお守りみたいな感じか。いや、モンスターハンターもお守り集めめっちゃ大変だったからね。なんかそれっぽさをね、感じてしまいますね。ただまあぶっ壊れのね、多分高価のアクセサリーもこれでゲットできると思うので、まあ今までね、せっかくアクセサリー集めてきたけど、最強アクセサリーがこれにて作ることができるということか。いやけどゼノブレード3めっちゃ面白かったな。うん、いやこのゲームね、ほんとハマったわ。すごいなんか頭に残ってるというか、思い出に残ってるというか、良かったゲームだなと思いました。ちなみにゼノブレードシリーズに関しては、自分はさ3で初めてやったんだけど、いやーこれね、1と2もやりたくなるね。本当に面白いわ。なので迷ってる方は絶対にね、俺買った方がいいと思う。これはすごい面白かった。うん、まあそんな感じか。けど満落ちしてようやくエキスパンションパス第3弾ね、なんか思ってるよりちょっと早かったかなっていうところですね。なので第4弾に関しては一応年末までって書かれておりますが、もしかすると夏頃にやってきてもおかしくないかもしれませんね。今2月でしょ。でそこからまあ半年後で、まあ、8月で、まあ、3ヶ月後であれば5月で、4ヶ月後であれば6月か。まあさすがにそんな時間かかんねえんじゃねえかなと思うんだけどね。まあ、ちょっとそこについては何とも言えないところではありますけど、まあ、ぜひですね、こちらも各自でご確認していただければと思います。よろしくお願いいたします。いやーけど、いいね。雰囲気がすげえいいわ。うん。やりたくなってくるね。ただ、ゼノブレード3はね、ストーリークリアしちゃって、やることなくなって、まあ、しばらくやってないからな。なんか懐かしい気分になりましたね。で、これ確か第2弾がね、10月だっけな。確か10月頃に出たので、それからやってないってことか。だからまあ11、12、1、2っていうところで4ヶ月ぶりの情報って感じでしょうかね。はい。まあとりあえずね、この件に関しましては、
続報はおそらくもうやってくることはないんじゃないかなと思っておりますが、一方でダイオナに関してはおそらく小出しで情報がやってくると思いますので、まあ、当面の間ね、やってくることはないかもしれませんが、まあ、4月以降になれば何かしらの情報出てくる可能性があるので、ちょっととりあえずね、それ待ちかなというところです。ということでお疲れ様でした。また次回の動画でお会いしましょう。最後にチャンネル登録と高評価もよろしくお願いしますね。ではまた。